樹海動画です。はい。肉声ではありませんが千葉Qです。よろしくお願いします。以前アップした動画の、どこかでも解説とか紹介とかした気がしますが、樹海の中は、固まった溶岩の上にあるので、基本的に地形はバリエーションに富んでます。さらに、台風や落雷などの、倒木が行く手を遮っていることも多く、その時の判断で、越えたり迂回したりの判断を繰り返すことが結構多かったりします。今回は、そんな、樹海における、地形や障害物を克服する様子を動画にしてみました。というわけで、今回の動画のテーマはこれです。というわけで始めます。はいどうも、今回は、樹海の地形をどう克服し、どうやって生きて帰ってきてるか、という動画です。余談ながら、BGM もナレーションもないのは、なんか個人的に寂しいので、今回は、ゆっくり、ボイスに、ナレーションをお願いすることにします。あと、BGM は探していたのですが、諦めました。はい。それでは、今回は2つのケースを紹介します。絶対この後地獄だぜ。この手の野生の勘には、従った方がいいです。登ったら下るんだよな。千葉Qも言っていますが、登ったら必ず下ることになります。コンパス通りに進んでるから。なんかすげえまずじゃねえかって気がしてるんですよね。ああ、これ絶対ダメじゃん、これ。これ絶対外れだよ。見てくださいよ、このクラック。出ました。こういうやつです。高度感がわかりませんが、深さは1から2メートルほどあるかと思われます。幅はおよそ1メートル程度。普通に飛び越えられます。それ以上になったら、普通に迂回を選択します。見てくださいよ、このクラック。そして、今回選択したのは。絶対でしょ。行くけど。飛ぶぜ。飛ぶ。はい？なんか、ちょっと待って。ちょっと待ってください。俺はこっちの、クレパスに必死なんですよ、俺は。よし、行くぜ。よいしょ。無事に乗り越えて、霊騎士の言葉に興味が移ったようです。遺留品？それでは次のケースです。わかりづらいかもしれませんが、結構急な崖です。高さは4から5メートルほどあります。落ちたら大怪我は必至です。なので、今回取った選択は、普通に、普通に3点確保の要領で降りるか。よいしょ。ちなみに、割と掴むところも、足を乗せるところも多く、クライミングの難易度としては低いです。こうして、無事に崖を降りることができました。というわけで、樹海の地形を克服する一例でした。もっとも、絶対無理、と判断したら、素直に引き返したり、迂回したりすることも多いです。常に安全を意識しているというか、単純に、ヤバい地形とか怖いですからね。ってなわけで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とかしてもらえたら嬉しいです。待ってか。あ、遊歩道ではない。